アブアブドゥッター・ムハンマド・イブン・ユースフ、イブン・ナスル、アブアブドゥ・ラー・ムハンマド・イ世、イ、通称、イブン・アフマル、ガーリブ・ビルッターは、グラナダ王国の建国者で、その支配王朝である、ナスル朝の創始者。グラナダ王国は、後に、イベリア半島に残る最後のイスラーム教国となる。711年に、ウマイヤ朝が、西ゴート王国を滅ぼして以降、 イベリア半島の大部分はイスラーム教徒の小王朝に支配され、その地域はアンダルスと呼ばれた。しかし次第に半島北部からキリスト教諸国がレコンキスタを強力に推し進め、ムハンマド一世の時代の13世紀にはすでにイスラーム教系を圧迫するようになっていた。1232年、ムハンマド一世は自身の出身地アルホナで、 当時のアンダルスの事実上の支配者だったイブンフードに対し反乱を起こした。最終的にイブンフードの総試権を認めさせられたもののアルホナとハエンを維持することができた。1236年にはイブンフードを裏切ってカスティーリアをフェルナンド三世と同盟しグラナダなどアンダルス西南部の諸都市を征服していった。しかし1244年にカスティーリアと戦って敗れ、 アルホナとハエンをカスティーリアに明け渡した。そこで、ムハンマド一世は、グラナダを新たな拠点と定め、フェルナンド三世の創始権を認めるのと引き換えに20年の和平を結んだ。その後18年間にわたり、ムハンマド一世は、カスティーリアのタイムスリムを含む戦争を支援しながら、自分の領土の支配を固めていった。百六十四年、ムハンマド一世は、 カスティーリャうちのムスリム反乱を支援して、カスティーリアと決別するも失敗に終わり、さらに、ムハンマド一世の側でも同盟者アシュキールーラ家が反乱を起こした。これが、カスティーリアをアルフォンソ10世の手引きによるものだと知った、ムハンマド1世は、カスティーリアの将軍ヌーニョ・ゴンザレス・デララを説得して、アルフォンソ10世への反乱を起こさせた。ムハンマド1世は最後まで、 カスティーリアやアシュキールーラ家と戦い続けたが、1273年にラクバチェコにより死去した。グラナダ王国は、息子のムハンマド2世に引き継がれた。ムハンマド1世が創設したグラナダ王国とナスル朝は、2世紀にわたり存続して、イベリア半島最後のイスラーム国となり、最終的に1492年にカスティーリアに併合された。 ムハンマド一世がグラナダに建設したアルハンブラ宮殿は彼の後継者たちにより増築や要塞化が進められながらグラナダのアミールの居住地として発展し続け現代に伝えられるグラナダ王国の文化技術の域となったムハンマド一世の時代のイベリア半島南部緑色の範囲がムハンマド一世が建国したグラナダ王国 ムハンマドイブン・ユースフは1195年、グアダル・キビール川の南岸で当時ムスリム勢力の最前線に位置していた小さな町、アルホナに生まれた。彼は低い身分の出自で、カスティーリアの第一総合年代記によれば、彼は、お牛とカラスキを追いかける、以外の何の仕事も持っていなかった。後に、彼の一族は、バヌーナスルあるいはバヌーアルイコールアマーとして知られる。 ことになる。あとのグラナダの歴史家、大臣イブン・アルハティブによれば、彼の一族は預言者、ムハンマドのサハーバの一人で、ハズラジ族出身のサードイブン・ウバダーの子孫であるという。サードの子孫は、イベリア半島に移住し、アルホナで農民になったという。若い頃のムハンマドイブン・ユースフは、国境地帯で指導力を発揮し活躍するとともに、その金欲主義ぶりもよく知られていた。 彼は統治者となった後も金欲生活を維持している。ムハンマド一世は、イブ分あるイコールアマー、あるいは彼の国やからアブーアブドゥラーという名でも知られている。ムハンマド一世はおそらく1230年以前、まだ、アルホナにいた頃に、父方のいとこ、アイーシャ・ビント・ムハンマドと結婚した。長男、ファラージュは若くして亡くなり、ムハンマド一世が相当悲観にくれたことが、 記録されている。他の子には、同じく、ムハンマド一世の生前に死去した、ユースフやムハンマド、それに、ムアイム・イナとシャムスという二人の娘がいた。また、ムハンマド一世の兄弟イスマーイールは、ムハンマド一世によりマラガの総督に任じられている。後のナスル朝のスルタンのうち、イスマーイール一世から始まる系統は、このムハンマド一世の弟の子孫である。 1210年のイベリア半島。この後ムワヒヒド町が崩壊し、キリスト教諸国がムスリムの領土を大幅に征服することになる。13世紀初頭はイベリア半島においてムスリムの勢力が大きく後退する時代となった。アンダルス、すなわち半島南部のムスリム勢力圏は全域が北アフリカのムワヒド町に支配されていたが、1224年に カリフのユースフ2世が後継者を残さず死去したことで内乱が起き分裂を起こした。この結果、アンダルスはターイファと呼ばれる小君主あるいは小国が拡挙する状況に陥った。代表的なターイファの一人、ムハンマドイブンユースフ、イブンフードはムワヒド町に反乱を起こし、名目ウェアッパース町を創始と宣言しつつ、ムルシアに独立勢力を築いた。 勢力を拡大したイブンフードは事実上アンダルスの指導者となり、ムハンマドも一時は彼の参加に入った。アンダルスでの地位を確立し人気もあったイブンフードだったが、1230年のアラニエの戦い、1231年のヘレスの戦いと、立て続けにキリスト教徒に敗れ、バダホストエストレマデューラを失った。イベリア半島北部には、 いくつかのキリスト教王国が拡挙していた。すなわちカスティーリアレオン、ポルトガル、ナバラ、そしてアラゴン連合王国である。これらキリスト教諸国は、それまでムスリムが支配していた南方へと領土を拡大していった。レコンキスタという通称で知られる、この領土拡張により、キリスト教諸国は領内にかなりの数のムスリムを抱え込むことになった。13世紀半ばまでに、 カスティーリア王国は、イベリア半島最大の国家へと成長していた。カスティーリア王フェルナンド三世は、レオン王国を手に入れ、またムスリムの不統一につけ込んで、南方遠征を行い、1236年に、コルドバ、1248年に、セビリアを征服した。キリスト教徒に対し敗北を続けた、イブンフードの威信は失墜し、彼の支配下で、次々と反乱が起きた。 その中には小さな町アルホナのムハンマドもいた。1232年7月16日、アルホナのモスクで開かれた集会で、アルホナの独立が宣言された。この日は、ヒジュラ歴では629年ラマダン26日で、この水木の最後の金曜礼拝の日であった。この集会で、信心深く、キリスト教徒との戦闘でも、先行を挙げていたムハンマドが、 町の指導者に選ばれた。彼は自身のナスル家のほか、同盟関係にあるアシキルラ家からも支援されていた。同年のうちに、ムハンマドはアルホーナに近い重要都市派へンを奪取した。イブンフードのライバルであるアルマウル家の支援も受け、ムハンマドはかつてのカリフの座所、コルドバまでも、一時期占選挙するに至った。また1234年にはバッジ家の助けを得て、 セビリアも占領したが、ここは1ヶ月しか持たなかった。コルドバもセビリアも、ムハンマドの統治姿勢に不満で、征服されて間もなくイブンフードのもとに帰参したのである。挫折したムハンマドは、イブンフードに、再び中説を誓い、アルホナ、ハエン、ポルクナ、グアディクス、バエサを含む少量を収めることになった。1236年、ムハンマドは再び、 イブンフードに大使反旗を翻した。ムハンマドはカスティーリアのフェルナンド3世と手を組み、カスティーリアによるコルドバ征服を支援した。これがムスリムによるコルドバ統治の最後となった。翌年、ムハンマドは半島南部の重要地域を市中に収めていった。1237年5月にはグラナダを市内の名士の手引きにより征服し、ここを首都に定めた。 1238年にはアルメリア、1239年にはマラガを征服した。ムハンマドはこうした都市を軍事力によらず政治工作や住民の指示によって手に入れていった。グラナダに落ち着いたムハンマド一世はアルハンブラ宮殿の建設に着手した。1238年5月、ムハンマド一世はグラナダに入った。イブンアルハティーブによれば、 この時のムハンマド一世は、無地の毛織帽、粗末な服と、サンダルというスーフィーのような装いをしていた。彼は11世紀にズイリーアサが建設した、アルカサバに今日定めた。そして当時小さな要塞があった、アルイコールハムラーという地域を調査し、ここに、将来の宮殿兼要塞の基礎を築き始めた。まもなく、防衛施設や灌漑用のダム、皇居が整備された。 この建設作業は、彼の後継者たちに引き継がれ、アルハンブラ宮殿の名で知られる複合施設となり、1492年のグラナダ降伏まで、代々のナスル朝スルタンの邸宅となった。ムハンマド一世は建設避念室のため朝税理たちに十分な税を集めてくるよう圧力をかけ、見せしめに、アルメリアの朝税理、アブームハンマドイブンアルスを処刑するなどした。また、 ムハンマド一世は、チュニスのハフス朝から対キリスト教徒防衛のために、送られてきた資金を、町のモスク拡張に流用した。フェルナンド三世の手に接吻し、破綿放棄と従属を誓うムハンマド一世1230年代末には、ムハンマド一世は、イベリア半島のムスリムで最大の勢力を誇るようになっていた。彼は、グラナダ、アルメリア、マラガ、 ハエンといった南部の主だった都市を支配下に収めていた。1240年代前半、ムハンマド一世は、かつての同盟相手カスティーリャと戦争状態に入った。キリスト教徒側の第一総合年代期は、ムスリム側の襲撃を理由に挙げ、ムスリム側の歴史家、イブンハルドゥーンは、キリスト教徒のムスリム領土侵略を理由としている。1242年、ムスリム勢力は、 ハエンに近いアンドハルとマルトスを襲撃し、成功した。1244年、カスティーリアは、ムハンマド一世の故郷であるアルホナを包囲し、占領した。1245年、カスティーリアをフェルナンド三世は、ハエンを包囲した。守りの固いハエンに対し、フェルナンド三世は強襲でリスクを犯すことを避け、他のムスリム地域との連絡を立ち兵糧攻めにした。ムハンマド一世は、 この重要都市へ補給物資を運び込もうとしたが、合意軍に阻まれた。派遣防衛あるいは救出が難しいと判断したムハンマド一世は、フェルナンド三世と和平を結ぶことにした。引き換えに、ムハンマド一世は、派遣を割上し、毎年15万マラベリをフェルナンド三世に奉納することになった。この奉納金は、フェルナンド三世にとって最大の収入源となった。 この和平が結ばれたのは、ハエン防衛戦が始まって7ヶ月後の1246年3月のことである。合意の証として、ムハンマド一世は、フェルナンド三世の手に接吻して、復従及び助言と援助を行うことを誓った。カスティーリャ側の文献ではこれを、真獣儀礼として強調し、キリスト教の封建制の感覚で、ムハンマド一世とその後継者たちを、 カスティーリアの風神とみなす向きがある。それに対しムスリム側の文献は、主従関係に関わる言及を避け、恩義による対等な関係という枠組みで捉える、傾向がある。和平締結後、カスティーリア人がハエンに入場し、ムスリム住民を追放した。ムハンマド一世とカスティーリアの間の和平協定は20年近くに、渡って守られた。1248年。 ムハンマド一世は協定履行のため、カスティーリアによるムスリム支配下のセビリア征服の際に援軍を派遣している。1252年、フェルナンド三世が死去し、アルフォンソ十世がカスティーリアを継いだ後も平和が続いた。1254年、ムハンマド一世は、アルフォンソ十世の神として、トレドの宮廷で開かれたコルテスに出席し、改めて、 カスティーリア王への侵入と高能金支払いを誓うと、共にアルフォンソ10世の幼娘ベレンゲラにも侵入令を取った。アルフォンソ10世はさらなる領土拡張に関心を示し、北アフリカにたびたび侵攻したが失敗した。その中で彼はグラナダとの交渉は後回しにした。ムハンマド1世は毎年アルフォンソ10世のセビリア宮廷で彼と直接面会し、 高納金を収めた。ムハンマド一世も、この平和を利用して、自身の王国を強固なものとしていった。グラナダは領土こそ小さいものの、比較的豊かで人口の多い国となった。産業は農業が中心で、特に養蚕と乾燥果実の生産が盛んとなり、それらの産物は、イタリアや北アフリカに輸出された。イスラム文学や芸術、建築も繁栄を続けた。 カスティーリャ領との間に横たわる山脈と砂漠は自然の防壁となったが西側の港湾諸都市や北西からグラナダに至る街道はあまり守りに向いていなかった。ムハンマド一世は自身に忠実な人物を城や都市に配置した。例えば兄弟のイスマー・イールは1257年に死去するまでマラガ総督を務めた。彼の死後ムハンマド一世は 老いのアブームハンマドイブがアシュキルラを公認に据えた。1260年代前半、グラナダとカスティーリアの間の平和は、カスティーリア側の様々な敵対行動により破られることとなった。アルフォンソ10世は、北アフリカに対する十字軍の一環として、グラナダ領に近いカディスやエル・プエルトでサンタマリアに軍勢を配置した。1261年には、 グラナダとの国境に近いヘレスデラ・フロンテーラをムスリム勢力から奪い守備隊を置いた。1262年、カスティーリャはムスリムのニエブラ王国を滅ぼした。この年の5月、ハエンでムハンマド一世と面会したアルフォンソ十世はムハンマド一世の支配するコーワン都シタリファとアルヘシラスの活譲を要求してきた。戦略的に重要な港を求められるのは ムハンマド一世にとっても憂慮すべき事態であり、彼は口では同意したものの、時間稼ぎをして、活情を遅らせた。さらに1263年、カスティーリアはエシハからムスリム住民を追放し、キリスト教徒を移住させてくるという行動に出た。こうしたカスティーリアの動向から、ムハンマド一世は、自分がアルフォンソ10世の次の標的になるのではないかと、懸念した。 そこで彼は、モロッコのマリーン長のスルタンである、アブ・ユースフやアクーブに援助を求め、グラナダに300人から3000人の援軍がやってきた。1264年、ムハンマド1世は500人の騎士を率いて、セビリアのカスティーリャ宮廷に赴き、むき、1246年の九戦協定の延長を求めた。アルフォンソ十世は彼らを、市のモスクに隣接するかつてのアッパードの宮に、 案内した。夜中、カスティーリア人がこの建物に鍵をかけ、周辺をバリケードで封鎖した。ムハンマド一世はこれを罠だと考え、封鎖を強行突破してグラナダに帰った。アルフォンソ十世は、キリスト教徒の泥棒からムハンマド一世以来を守るための措置だったと主張したが、ムハンマド一世の怒りは収まらず、国境地帯の都市に戦争の準備を命じた。 そしてムハンマド一世は、ハフス・朝のスルタンである、ムハンマド一世・アルムスタンスイルへの従属を宣言した。ムデハルの反乱中、キリスト教徒の城を攻める、ムスリム軍1264年4月後半もしくは5月前半、グラナダとカスティーリアの和平は破棄された。ムハンマド一世が、カスティーリア領を攻撃すると同時に、カスティーリアが最近征服したばかりの土地のムスリムが、 反乱を起こした。これは、アルフォンソ10世の強制移住政策に対する、憤りや、ムハンマド1世による扇動などによるものだった。戦争序盤で、ムスリム勢力は、ムルシア、ヘレス、ウトレラ、レブリハ、アルコス、メディナシドニアを制圧した。しかし、アラゴン王ハイメ1世とアルフォンソ10世の反撃によりこれらはすぐに脱会され、1265年には逆に、 アルフォンソ10世がグラナダ領へ侵攻した。ムハンマド1世は和平に応じ、後ろ盾を失ったムデハルの反乱軍は蹂躙された。この結果、アンダルシアのムスリムが大量追放を受け、キリスト教徒にとって変わられた。この敗北はグラナダにとって込み入った結果をもたらした。軍事的な敗北は明らかであり、アルカラでザイデで結ばれた条約により、グラナダは、 反乱前を大きく上回る25万マラベリを毎年カスティーリアに収めることになった。一方でこの条約はグラナダの生き残りを保障するものとなり、イベリア半島で唯一の独立ムスリム国家として重要性が高まることになった。カスティーリア領から追われたムスリムがグラナダに移住してきたので、グラナダ王国の人口は急激に増加した。アシュキルラケはナスルケと並ぶ。 アルホナ出身の一族であった。彼らはナスルやナスル朝が台頭する時期においては、最も重要な同盟者であった。1232年に、ムハンマドがアルホナの指導者に任じられた時から始まり、セビリアやグラナダの征服の際にも活躍した。両家は婚姻関係も結び、ムハンマド一世は、足切るだけのものを、両内の総督に任じるなど徴用していた。 この頃のアシュキルラ家は、ムハンマド一世の老いのアブー・ムハンマドイブン・アシュキルラが、総督を務めるマラガを拠点としていた。アシュキルラ家の軍事力は、グラナダ王国を支える重要な戦力でもあった。しかしグラナダが、ムデハルの反乱に介入して、カスティーリアと戦争している、最中の1266年、アシュキルラ家は、ムハンマド一世に対し反乱を起こした。 反乱初期の資料は乏しく、ナスル家とアシュキルラ家の間に亀裂が生まれた原因について、後の歴史家たちの説は一致を見ていない。ヒスパーノイスラーム史の教授ラシェルアリエは反乱の一員として、1257年にムハンマド一世が息子のムハンマドという祖父を後継者として指名したこと、また1266年に孫娘の一人ファーティマをアシュキルラ家ではなく、 ナスル家のいとこにと継がせたことが関わっていると考えている。アリエはこうした出来事はムハンマド一世がアシュキルラ家と権力を分け合おうというかつての約束を保護にしたとみなされ、またこれらのムハンマド一世の決断もナスル家の内輪だけで決められたものであったと述べている。一方で同じくイスラーム期のスペイン氏やマリアヘススルビエラまたはアリエの説明を却下している。 彼女によれば、アシュキルラケは、ムデハルの反乱中の1264年に、ムハンマド一世が、北アフリカの戦力を呼び寄せようとしたことを、憂慮していたという。というのも、グラナダうちに、強力な軍事力を持った勢力が現れることで、アシュキルラケの立場が脅かされる可能性があったからで、ある、としている。ムハンマド一世は、マラガを包囲したものの、 大きな軍事力を持つアシュキルだけを打倒することはできなかった。アルフォンソ10世はムハンマド1世の力が崩れていくのを喜び、アシュキルだけから支援を求められると承諾した。アルフォンソ10世はヌーニョ・ゴンザレスデララ率いる1000人の兵を派遣してきたので、ムハンマド1世はマラガ包囲を中断せざるを得なくなった。他方面に戦線を抱える危機を脱するために、 ムハンマド一世が選んだのが、アルフォンソ十世との和平という決断だった。上述のアルカラデ弁イでの和訳で、ムハンマド一世は、ヘレスとムルシアの領土要求を取り下げ、25万マラベリを毎年支払うことになった。それと引き換えに、アルフォンソ十世は、アシュキルラケとの同盟を破棄し、ムハンマド一世のアシュキルラケに対する支配権を認めた。ただ、 アルフォンソ10世は、最後の点について気乗りしておらず、すぐに、足切るだけに対して期待行動を起こそうとしなかった。そこで、ムハンマド1世は、カスティーリャ軍の司令官ヌーニョ・ゴンザレスを説得し、アルフォンソ10世に対し反乱を起こすようそそのかした。元より王に不満を抱いていたヌーニョ・ゴンザレスは同意し、1272年に、仲間の貴族たちと共に反カスティーリャ反乱を起こした。 ムハンマド一世は自らに向けられていたヌーニョ、ゴンザレス軍をカスティーリャから奪い、対、アシュキルラケ戦争のための同盟勢力まで手に入れたことになる。モロッコから来たエール・タハーティの仲介の下、アシュキルラケは和平交渉に応じた。しかしこの交渉が実を結ぶ前の1273年1月22日に落馬事故で死去した。グラナダに近い町へ小規模な遠征に出ている。 最中のことであった。ムハンマド一世は、アルハンブラ宮殿の東方にあるサビカの丘の墓地に、葬られた。墓石に刻まれた、墓姫は、イブンアルハティーブラゴの歴史家たちが記録に残している。その後、ムハンマド一世の計画の通り、息子ムハンマド二世が後を継いだ。同年の後半、ムハンマド二世とアルフォンソ十世は短期間の交渉の末、グラナダとカスティーリャ。 アシュキルラケの間の和平条約を結んだ。1273年に死去した時点で、ムハンマド一世はすでに息子ムハンマド二世への継承を確実なものとしていた。ムハンマド二世は、アルイコールファキーフという通称でも知られている。ムハンマド一世は、死の床で、キリスト教諸国と対抗するためマリーン朝に非護を求めるよう息子に遺言した。 ムハンマド2世はこの時すでに38歳で政治や軍事の経験も積んでいた。彼はムハンマド1世の政治を受け継ぎ1302年に死去するまでグラナダ王国を治めた。出生地アルホナにあるムハンマド1世の共造ムハンマド1世の最大の功績はナッスル朝によるグラナダ王国の建国である。彼の没筋グラナダ王国は イベリア半島に唯一残るムスリム独立国であり、1492年の滅亡に至るまで2世紀以上にわたり存続することになる。その国土は、西はタリファから東はアルメリアまで240マイル、南は地中海から北の国境まで60から70マイルに及んだ。ムハンマド一世が生きた時代、アンダルスのムスリムは厳しい衰退の時代を過ごしていた。 彼らは、コルドバイやセビリア、そしてムハンマド一世の故郷、アルホナを含むグアダルキビール川流域からの撤退を強いられた。スペイン史教授 LP ハーベイによれば、ムハンマド一世は、災難から半島のイスラームにとって比較的安全な避難場所をうまくかすめ取った。ムハンマド一世の知性については、セビリアやハエンの陥落に代表される、 比泳的な部分と、用心深く巧みに、グラナダを生き残らせた、政治手腕という耕在書を半ばする評価がなされている。彼は、グラナダの独立を守るためには、キリスト教徒のカスティーリアとの和解や従属、あるいは、キリスト教徒とムスリムの間で、同盟関係を取り替えるのも厭わなかった。E イースラーム百科事典では、ムハンマド一世の知性には、目覚ましい勝利はなかったものの、 グラナダに、格好たる政権を築き上げ、アルハンブラ宮殿、すなわち、ナスル朝の永続的な記念碑の建設を始めたというコメントが付けられている。現在アルハンブラ宮殿は、ユネスコの世界遺産に登録されている。グラナダ統治を、初めてしばらく経つまでは、ムハンマド一世は、典型的なイスラーム神秘主義者のような、禁欲的な宗教者を装っていた。 しかし国家が安定してくるにつれて、イスラームの主流であるスンニ派の政党協議を受け入れ、マーリク学派を自国で採用した。この変化により、グラナダ王国は他のイスラーム諸国と肩を並べ、広大へ安定して継承を続けることができた。ありがとうございます。